はい、比較ゲームズです。こんにちは、今日もよろしくお願いいたします。今日はですね、エージェントが、今100枚クラブコインでできるあのキャンペーンが来てるので、今回もは、5回だけなんですけど、5回だけ引いていこうと思います。で、ポジションはあの視聴者さんからあのアンケートというかコメントいただいて、ぜひゴールキーパーを引いてほしいということだったので、ゴールキーパーにチャレンジしていこうと思います。黒出たら激アツということで、早速引いていきます。はい、こっちでいきます。はい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 、いいですね。いやー、来てほしい。来い来い、金以上金以上金以上、とりあえず金以上。うー、銀、くそー、ジョルディマッシプ。お、これでも結構いいかもしれないですね。あれ、そうでもないか、どうだろう。一応見ながらやっていきます。バルサの選手ですね。スペイン出身のバルサのゴールキーパーですと。銀の割にも強い気もしますけど、うん、微妙ですかね。まあこれから若い選手でしたっけ。あ、でも結構年の選手ですね。はい、ジョルディ・マシブ選手、抜目出ました。はい、2発目いきます。ガンガンいって、マックス5回、5分の2、黒金以上、まあとりあえず金以上。来い来い来い、金金、あー、ずれない。クレメン・モーリー、誰だ、これは分かんない。フランスの選手ですね。はいはいはい、いやー、全部銀だけはやめてほしい。さあ、もう一回金、ゴールキーパー、ゴー、黒黒黒黒、ずれろずれろ、ずれない。ワウテル、コリンチャンス、ワウテル選手。いや、コスト9のゴールキーパーばっかだな。大丈夫かこれ、やばい、取れ高が完全に足りない疑惑。さあ、もう一回いきます。4回目。いや、でも黒先隣だったから次ぐらいはうんじゃないですかね。来い、うわー、黒まあまあ近いのに、ボイコ。はい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 、くー、これはきついっすね。じゃあラストいきますか。ラスト、よし、黒来いよ、黒来い来い黒。あー、もう全然最後も出る気配がない。はい、マーシャル、これはきつい結果、完全に、爆死でした。はい、ということで、いやー、これ100枚クラブコインはちょっときついっすね。まあチャレンジしてみたものの、やっぱり厳しい結果になったかなというところでした。はい、ではですね、皆さん、まあこれはスルーがいいと思いますね。普通の通常エージェントだと、まあよっぽどこのポジション必要っていう場合じゃなければ、あの引かなくていいんじゃないかなとは思います。ということで、本日はあの爆死ガチャ動画でした。以上になります。この動画がですね、ぜひあの面白いとか思っていただいたりとか、今後も応援したいなと思っていただいたら、ぜひチャンネル登録お願いいたします。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。